こんにちは、レトスの小野です。試験まで6ヶ月を過ぎてですね、もう5ヶ月強ですね。このような状況で、まあ、これまで勉強していた方もこれから勉強する方もなかなかね、合格できるんだろうかと、まあ、不安になっている方も多いと思いますんで、まあ、これからの学習計画、まあ、合格するためにどんな学習計画を組んだらいいのかっていうところをお伝えしたいと思います。一応ね、5月1日からの計画になってますけども、この動画を見るのが若干遅れたっていうのであれば、それをちょっとずらしていただくっていう形で全然構いません。で、まず試験日までにやらなきゃいけないことって何なのかっていうと、大きく分けて2つです。過去問と予想模試で、過去問については、まあ10年分は最低限やっぱやってほしいですね。ただ過去問10年分を1回やっただけでは頭に入んないじゃないですか。誰でもそうだと思います。私自身も1回じゃ無理ですね。私自身が暗記がすごくちょっと苦手なんで、本当はね、もう7回、8回とかってやりたいんですけども、まあまあまあ、その時間はないので、今回の計画で言うと、4回ぐらい勉強するっていう、計画になっています。それは、一通り勉強する。この過去問って、ここに書いてあるここの部分ですね。これで、一通りやる。一周するわけです。10年分を。一周するんですけども、何もね、復習せずにずっとやり続けるってことは基本的にありません。それやっても実力つかないので、ちゃんと今日やったことは、今日中に復習する、もしくは明日、前日の復習ということで明日今日やった分を復習するってことをやっていきます。なんで一通りやることによって、ここで2回やることができるんですね。過去問10年分を2回やる、1回目の学習と復習っていう形です。で、さらにここの期間でも2回やるわけです。同じように、まあ、学習と復習ですね。そうするとここで4回できるわけですね。なんで、まあまあ、ある程度これで実力がつけることができるだろうと、まあ、いうことです。じゃあ、このね、5月、6月、この2ヶ月間で、過去問10年分をやるためには、1日どれくらい勉強しなきゃいけないのかっていうところを計算していきます。5月、6月、2ヶ月なんで、まあ、約60日と仮定しましょう。で、過去問10年分っていうと、1年分50問ありますよね。その50問っていうのは、1問あたり4選択肢含まれてるわけですね。入ってるわけです。なんで1年分で、まあ、大体200問あるわけです。まあ、3選択肢がない場合とかあるんですけど、まあまあまあ、4選択肢なんでほとんどがね。なんで、まあ、200問と仮定して、でそれが10年分あるから2000問あるんだと。それを60日で一通り回すってことなので、これを60日で割ったらいいわけですね。でそうすると368、33問1日あたりやんなきゃいけないんだというところです。この33問、これ頭に入れといてください。で、できればちゃんと計画表を作るってことがすごく重要になってきます。弊社の作っているこれ計画表ですね、まあ、個別指導で実際計画表を作ってるんですけども、まあ、これはね、過去問10年分っていうよりは弊社の過去問集の内容なんで、ちょっとやってることが違うんですけども、今日ここをやりますよ、今日ここをやりますよっていう風に1日単位でちゃんと明確にしてないと人ってやらないんですね。単に、あ、1日33問やんなきゃいけないんだって思ってたとしても、多くの方がこれできないんですよ。実行しなかったら結局のところ実力が上がらないし合格できないわけですよね。ちゃんと毎日毎日実行しなきゃいけない。そのための実行するための計画っていうものを立てなきゃいけないわけです。なんで弊社はこのように作ってます。これ Excel です。なんで全然、あなたがこれ Excel で作っていただいたら、それ十分です。ただ、ちょっと計画を作るのめんどくさいなっていう方もいると思います。で、その方はじゃあどうするかっていうと、例えば、スマホとかで、まあ、1日あたり33問やんなきゃいけないってなったら、1週間後、これ7かけると、7321か。まあ、230問くらいか。230問くらいやっておかないといけないなってわかるじゃないですか。なんでスマホで1週間後にここまでやっておかなきゃいけないっていう風に記入しておく。例えば何ページの何、ここまでやっておかなきゃいけないみたいな感じで記入しておくわけです。そうすると1週間経った時にそれを見て、まあ、スケジュール帳とか見えてたら、あ、今日は何ページまで進んでなきゃいけないのかなっていうのを見てわかりますよね。でそれを見て自分が100ページしか行ってない、200ページまで行っておかなきゃいけないのに100ページしか行ってないってなったら、あ、もっと勉強しなきゃと、このまんまじゃ、間に合わないぞってこう分かるわけですよね。っていった形でも構わないです。あともう一つの方法は、もう過去問集とかにもう入れとく、
今日ここ何ページ、例えば5月1日はここやりますよと、ここからここまでみたいな形で書いておくわけですね。5月1日で実際いつやったかっていうのも一応書いておくということをやっとけば、例えば1週間後、どこまでやっておかなきゃいけないんだろうって見たときに、あ、ここまでやっとかいけない、やっておかなきゃいけないんだってこう分かるわけですね。でも実際はあれ、ここまでしか行ってないぞってなったら、この分だけ行ってないわけですよ。計画通りじゃない。そしたらその分今以上に勉強しなきゃいけないということが分かるわけですよね。なんでできるだけ、1日単位で計画立ってほしいんですけど、まあできなかったら1週間単位でもまあまあまあ、まあ、うん、妥協していいかなってところですね。それを一応、試験日まで、まあ、試験までもうそうですね、過去の2週回すぐらいまで、ここまではちゃんと計画立っておいた方がいいと思います。もちろんね、この9月になって、2週回したと、過去問集ね、10年も2週回したっていうのであれば、そこから再度計画を立て直すって形になりますけども、まあ、とりあえずはここのあたりまで、計画を立てておいたら、まあ、大丈夫でしょう。なんで1日あたり33問、これ一問一答ですよ。4選択肢の問題で進んでいくっていうのであれば、これか、割る4したらいいので、四苦三十苦、8問かな、8問から9問ぐらい、大問8問9問を毎日毎日やっていくと、まあ、いう流れになります。なんでまずこの数字ね、ちゃんと頭に、入れておいてください。で、あ、これぐらいやんなきゃいけないのかっていうことは分かった上で、明日、次の動画ですね、次の動画ではじゃあ具体的に一問一問どうやって勉強していくのかと、まあ、いうところをですね、お伝えしていきたいと思います。